ございます、津田直美です。さて、ちょっと場所が変わった、わかりますか？いつもご覧いただいている方ね、あれ違うやんってちょっと突っ込んでくださってると思うんですけど、今日は大阪の淀屋橋というところにある島田ジュエリーさんからお届けしています。なんともうめっちゃキラキラでしょ。でこのお店は1933年創業の来年88年目を迎えるという老舗のジュエリーショップです。しかもこれ今日はお借りしています。買えよっていう話ですけど、お借りしています。こんなキラキラした世界から今日はお届けしたいと思いますが、映画はどうかな。タイトルキラキラしてるんですけど、今日ゲストお越しいただいております。ご紹介します。株式会社新通で映画パブリシティ担当の吉岡千尋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とっても若いようにお見受けいたしますが、映画宣伝して何年目ですか？はい、今ちょうど4年目に入りました。そうですか、はい、まだフレッシュ。そうですね、もうまだまだ全然経験浅いんですけど。例えば、なんか好きな映画とかこういうジャンルの映画を見るっていうのは何があるんですか？そうですね、好きな映画はグリーンブックですね。全然宣伝してなかったです。全然してなかったです。他社作品、はい、すごい他社さんの作品なんですけど、あ、よかったですよね。良かったです。なんかこうほっこり、あったかい気持ちになる、はい、ね、すごい好きで、ね、はい、で今日も実は結構バイオレンス的な映画でもあるんですけど、号泣するんですよ。本当にすごい心揺さぶられる作品ですね。タイトル、素晴らしき世界、 It's a wonderful world っていうこのタイトルつけてるのもすごいなって、はい、そうですね、うん、もうなかなかちょっとこの作品から素晴らしき世界っていうのがこうパッと見てこうちょっと連想しにくいところではあるんですけど、なんだって役所広司さんこんな感じですか、そうですよ。じゃあちょっと予告編をまず見ていただきます。今度ばっかりは行くぞ。相手にしない方がいいんじゃないですか。放送に耐えられる対象じゃないですよ。ここが面白いんじゃん。下町で暮らす優しくてまっすぐすぎるこの男、三上、実は人生の大半を刑務所で過ごした元殺人犯だった。働きてって言われてもね、反社の方には例外なく保護はおりませんから。取り直し。あ、もうダメ。社会に出された途端赤ちゃん並みに無力ってことですね。善良な市民がリンチに踊っても見過ごすのがご立派な人生ですか。回して回して。なんで戦ってぶちのめすしか策がないと思うんですか。そこが変わらない限りあなたは社会じゃ生きていけない。お前らみたいな卑怯な人間になるくらいな、死んで結果だ。助けが欲しいんだったらば食べられないでほしい。あんたみたいなのが一番何にも救わないのよ。申し訳ございませんでした。全てこちらの勘違いです。冗談じゃん。人生のレールを踏み外した男が見た新たな世界とは。素晴らしき世界。ということで、はい、結構あの、はい、予告編はこうなんていうかシリアスだったり、ね、怖かったりっていう感じなんですけど、はい、これ実話を元にしてるんですよね。そうなんですよ、はい、あの実在した方をこうモデルにしてる佐喜隆三さんという方の身分帳っていう小説があの原案になってまして、それを今回西川美和監督があの本当にこれまではオリジナル作品を撮られてきた監督なんですけれども、今回初めてこういう実在の方をモデルにした作品で映画化に挑戦された作品になります。なんかすごい脚本書くのに何年もかかってる。そうなんですよ、ね、この作品で 3,4 年ぐらいリサーチにリサーチを重ねて、あの原案が35年ぐらい前のお話なので、はい、それを今回あの約35年後の現代に置き換えてお話を作られているので、そのあたり の, そのリサーチがすごく大変だったとおっしゃってました、ね、もうね、私ね、西川美和さん大好き。あ、本当ですか。全作品好き。あ、いいで
ラブ、ラブ、ラブ。いや、この人ほど世の中をこう深い目で見ているっていうかね。確かに本当にもう人のなんていうんですか、心の奥底をこう揺さぶるような、えぐるような、そういう作品が私は監督、西川美和監督の作品に多いなっていうふうには思うんですけど、それ見て結構こう感じることって人それぞれ、うん、ですごくなんていうんですか、映像の余白って言ったらいいんですか、うまい、いやいや、ちょっと言葉が、ね、出てこないんですけどいや出てる出てるなんかそういう本当に映像の間の取り方とかっていうのが独特で引き込まれる監督だなっていうのが私の印象なんですけど。そうですよね。西川美和さんというと是枝裕和監督のまたお弟子さん、ね、みたいなところがあって、はい、やっぱりこう社会で起こっていることを自分の延長線上に描いていくっていうのもこの人うまいですよね。そうですね。だからよりこう見てる方もリアルに感じてすごく考えさせられる作品が多いですよね。でこの映画をね、役所広司さんが主人公を演じてるんですけど、もうすんごい長い間刑務所にいたっていう、でその人が、まあ、世の中に出てきた時に、実際刑期を終えて普通に暮らしていけるはずなのに暮らしていけない。そうなんですよね。もうジレンマを描くっていう、簡単に言うと、そうですね、もう簡単に言うと本当にもう、そういう簡単すぎるねみたいなところがありますけど、でこの役所広司さんがめっちゃうまかった。そうなんですよ、よかった。なんかすごい正直すぎてね、だからこう曲がったことが許せないんですよ。なのでちょっと曲がったことを見つけると、言葉で、きちっとその人に言うんではなくて先に手が出ちゃう。そうなんですよね、出ちゃうんですよ、抑えれないんですよね。何十年も刑務所にいたっていう設定なので、根は本当はすごく優しいところもあってみたいな、本当にもう人間らしくて、本当に人間の感情をむき出しにしてしまうような人なんですけど、本当にまっすぐで優しくて、困ってる人を見たら放っておけないような性格なので、こう刑期を終えて出てきた世界でも、まあ、人からは愛されるんですよね。そういうところでこう人と人とのつながりとかっていうのは描かれているので、まあ、今こういう時期で、うんうん、まあ、なかなかこう人と接することが難しい時期ですけど、まあ、その時にこそよりちょっと深く感じれる作品かなと思いますね。なんかこの映画の中で、まあ、彼がね出所してから助けようっていう人たちがいろいろ出てくるんですよ。例えば、まあ、弁護士さんだったり、ね、はい、あといつも行くスーパーの店員さん、はい、これ六角誠二さんがやってるんですけど、めっちゃ良かったです、めっちゃ良かった、はい、相棒の六角誠二さんとまた全然違う。そうなんですよね、やっぱもうすごいですよ ね、 ね、でスーパーの、まあ、店長さんなんですけど、まあ、すごいこの三上っていう役所広司さん演じるあの主人公に、なんか引き寄せられて、ね、はい、でなんか絶対六角誠二さんこれなんか通報したりなんかするんちゃうかってなんかこう、ね、まだ三上落とし入れるんじゃないかと思うんですよね。けどちょっと違う、あんまり言われないけどね。でも本当にこう三上にこう寄り添って、うん、本当にもうなんていうんですかね、もう偽善とかっていう香りが一切しないんですね、この作品にそうそう出てくる人たちみんなに、うん、本当のこう優しさで心と心でこう接してるっていう感じがするので、そういうところにこうやっぱグッときますよね。だからこういう人を取り巻く人々、例えばマスコミの人出てくるんですけど、やっぱこういう何十年も刑期、まあ、刑務所に入ってた人が出てきた時にやっぱり特番、テレビは特番を組んだら絶対面白いことになる、でまた彼が事件を起こしたらもっと面白いことになるっていう、ちょっと嫌な役を長澤まさみさんがやってたり。そうですね、ピンワンプロデューサーみたいなところで、そう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 、そういうマスコミの人たちとか、はい、本当に市政に生きる人たちがこういう人たちを支えることによって、こういう三上という男が世の中で少しちょっとあったかい気持ちになって生きていけるっていう、はい、あのもう冒頭のすき焼きお肉、ね、食べるシーン、はい、もうあそこから私泣いちゃった。そうですね、リモート引き受け人の弁護士の夫婦のもとでね、すき焼きを振る舞ってもらうんですけど、そこでこうまた温かさを感じてちょっとこう本人もグッと来ているっていうシーンですよね。なんてことないシーンなんですよ。肉食べなさい、もっと肉食べなさいって言うだけなのに、まあ、彼にしたらそういう人の温かさにずっと触れてこなかったので、お肉を食べなさいって言われてうわって。そうなんですよね、またこれうまいね役所広司さんが本当にこうわっていう感じがね
出てるんですよ ね。でこの映画はね、私あの西川美和さんもすごい好きなんですけど、もう一人すごい好きな人がこの映画を作ってて、誰かっていうと撮影監督笠松さんっていうね、坂本淳二さんの映画とかをよく撮っている、あとリー・サンイル監督、悪人とかね撮ってる監督で、はい、この人が撮ると男の人がよりなんていうかな、陰影っていうか、そうですね、なんていうんでしょう、その色気までいかないですけど、うん、なんかそういうのが本当に出ますよ ね。いや映画って本当に撮影監督が誰かっていうの、皆さんの出てる人が、また役所広司さんをはじめ木村みどり子さん、そうですね、白龍さんとか、なんかすごい人いっぱい出てるんですよ。あと私の一押しは中野太賀さんの、ああ忘れてた、言うのごめんなさい、主人公の2番目に大事な人やったのに、大事なんですよ、ね、めちゃくちゃ中野太賀さんもよくって、うん、その長澤まさみさん演じるこうプロデューサーの元でこうこの三上を撮影しろって言われてこう動く役なんですけど、これがまた本当にこう三上っていう人間が私たちあまりこう共感なかなかできない人間なんですけど、そこを三上と観客をちょっと引き合わせてくれるような、近づけてくれるような役どころかなと思っていて、すごく観客目線でこの三上を追いかけてくれるので私たちが入りやすいかなと思いますね。だから彼が、役所広司さんをまあ取材するっていう体でそういう役どころなんですけど、この三上っていう役所広司さん演じる男と出会うことによって彼自身の人生がすっごいなんかこうダラダラした人生だったんだけど、何かこう自分も変わらなきゃいけないって言って ね、変わっていくっていう、でそれを私たちが映画を見ながら、まあ、彼の目線で三上と出会うことで自分たちもなんかこう変わっていく感じっていうのを経験できるっていうかね、はい、考え方がやっぱりこう変わっていきますよね、うん、こう自分たちがもしこの立場にあったらっていうところも結構リアルに感じさせてくれるので、すごい中野太賀さんにも注目していただきたいです。本当本当、はい、最後にねこのね役所広司さんね、はい、入れ墨入れてはるんですけど、これあの輪郭しかないんですよ、色が塗られてないんですよ。でこれなんでかっていうと、これから色を入れようと思っていたら殺人を犯して捕まってしまったから途中で終わっている入れ墨がっていう、そこまで考えて役をやってるっていうか、西川美和さんたちがそういうことまで考えて、はい、美術にしろ、はい、こういう細かいこと、そうですね、全てやってるので、うん、映画はやっぱりそういうとこ見てほしい。最後までね、本当にこの今のこの入れ墨もうあのシールとかじゃないんですよね、あのメイクなんですよ、全て、うんうん、手書きでメイクなので、うん、毎回3時間とか2時間かけてメイクされていたっていうのをインタビューで読んだんですけど、そうなんです、ぜひ見ていただきたいんです。今日は吉岡さんに来ていただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。